はい。すいません。会議から帰ってきました。さっきのね、動画の続きを行いたいと思います。三菱電機のね、えー、新入社員の方がね、えー、自殺してしまった件についてですね、えー、先ほど言いましたようにね、三菱電機っていうところは、ものすごくエリート主義なんですよね。でこれ、日立も言えますよね。日立とか NEC、三菱電機はね、 とにかくね、まあ、官僚主義っていうのかな、まあ、とにかく学歴主義なんですよねで、まあ、学歴に伴って、まあ、頭も良くなくちゃダメなんだよ、うん、それでとにかくね、まあ、僕なんかはその明治大学理工学部のその頃電子通信工学科ってあったんですけど、まあ、そんな私学でのねしかも大学院出てねえじゃねえかよとねまああの博士号を取らなくてもいいから マススターコーコだけでも行ってねえのかと私学のマスターコースなんか行ってもしょうがないけどね国立まあへんてこ国立行っても千葉大とか行ってもしょうがないからねあのちゃんと旧帝国大学東北大学とかね北海道大学とか東京大学とかの、えー、大学院マスターコースまたはドクターコースのドクターコース出てるだけでもいいんですよあとはあの博士号 <coughs> 取ってたら <coughs> あの研究所ですね、まあ、中央研究所とかあのいろんな研究所あるんですけど三菱電機はね、えー、研究所に行けるのは、えー、旧帝国大学の大学院のドクターコース取った人だけかな、はい、あとは雑用でねマスターコースだけの人も雑用でね、えー、ドクターの下に着く雑用でちょっと研究の実験の ねあの手配しとけとかね材料の手配しとけとかねあ分かりましたとかて同じ入社年,年月でもねあの雑用で一生雑用になっちゃうんですよねはいですから私学での四大卒がね研究所なんか行けないしまずはじゃあその三菱,三菱電機の、えー、今回ソフトウェア開発ですよねソフトウェア開発通信機器のですね、えー、生産システムの 生産システムをまあいろんな、まあ、社内で使う生産システムなのか社外で注文を取ってね、えー、三菱電機の関連会社に納めるのかまあ国の仕事なのかどっかの民間企業に納めるのか分かんないんですけども、まあ、納期があるからねムーンムーン,ムーンものすごく忙しいんですよソフトウェア開発部っていうのは。 でここ,でこここにいた人がまあ自殺したわけですよね多分2人ともそんな感じですよね。でソフトウェアプログラム開発っていうのはあ,あの天才はねさらにもううぞうのぞ,うぞうにいるんですよ世の中、まあ、大学出てなくてもね中学高校しか出てなくても専門学校しか出てなくてもプログラム開発にずば抜けてあの才能を発揮するですね 天才少年が三菱電機いいっっぱい入ってるんですよ三菱電機のね子会社に山ほどいるんですよ。で僕も愛知県稲沢市ね今名古屋にある名古屋の近くにあるんですけど稲沢市のエレベーターエスカレーター工場にですね三菱電機メカトロニクスソフトウェアとかね三菱電機エンジニアリングとかね子会社がねいっぱい工場の中にいて本社採用っていうのはほんの少しなんですよね。その工場は、ね、1800人いる 工場の,のうちの1800人のうちの1500人はブルーカラーね、まあ、生産ラインでさあのボルトガーってやったりさペンキ塗ったりねエレベーターのね1500人のうち1800人のうちの1500人は、まあ、ブルーカラーなんですよ本当にヘルメット青なんですよねんで、まあ、朝から晩まで作業着てですね、あの油まみれでやってますでホワイトカラー <laughs> 僕たち大卒はホワイトカラーなんでヘルメットが白なんですよ でその中でもですねみんなソフトウェア開発行きたいわけですよ花形産業だからエリート中のエリートだからねでさらあの研究あの大学院の博士,コ博士コース出た人は研究所行っちゃうからで研究所はもっとゆっくりした感じでやってるからブラックな雰囲気はないんですけど制作所っていうのは本当にあの会社の稼ぎ頭のところなんで 頭がずば抜けていい人しかね、採用されないんですよ。あの、配属されないんですよね。で、僕は、なぜ、<laughs> 普通ね、明治大学の四大卒の理系だっつってもあの、ソフトウェア開発なんかやらせてくれないんですよ。品質管理か、ね、その頭いい、ね、頭いい人たちが作った、まあ、旧帝国大学の大学院の人たちが開発した製品の出荷管理とか、出荷前の品質保証 のチェックとかかをややる仕事しかやらしらてくれないんですよ4大卒明治大学の理系なん理工学部なんていうのねあとは取扱い説明書作ったりあのそんぐらいしかやらしてくれないんだけどなぜあのソフトウェア開発部門にね行けたかというと私はね大学3年間で卒業単位を取ってですね大学4年間4年生の時は1年間つくばにあるですねあのその頃2 旧通産省工業技術院電子技術総合研究所っていうですね国のですね国立研究所で丸1年間超電導の研究開発をやってたんですよあの通産省にいたんですよね僕はね大学4年大学生の身でしたけど <coughs> 通産省に通ってたんですよそれで特別にですね三菱電機のソフトウェア開発部門に入ったんですよ入ったんだけど これがもうきつかったですね。僕もあのバカほま抜けどころじゃないからね。あの先輩たちはみんな名古屋大学の大学院とかね、もちろん東大の大学院、えー、北海道大学の大学院、東北大学の大学院とか、<laughs> まああとは、博士号を持ってる人もいるからね、<laughs> むちゃくちゃ頭よくて、あの、 三菱電機のね、あの、ソフトウェア開発部の課長になる人っていうのは、課長なんてほとんどの人になれないんですよ。課長になる人は、その僕の当時は、あの、大阪大学の大学院で出てる種でしたけど、歩きながら風エ変換やってましたから、暗算で。<laughs> マジって。画像処理の風エ変換であるでしょ。あれを、道歩きながら処理してましたから、頭の中で。やばいっすよ。あとは、 まあ東南アジアとかねインドネシアとかねエレベーターとかエスカレーターとか設置工事行くじゃないですかその頃あとビルシステムの設置工事行くでしょそれで不具合が出た時にその当時 MSDOS とかねそのマーマシンってこういうパソコンモニターってないわけですよこういうまあスマホなんかパソコンモニターってないからどうしたかというと <laughs> 基板の LED あるでしょ LED を8個並べて 8個を並べて今あのこの基板の上にですねあの搭載されている LSI とかねログの中に入っているプログラムがどうなっているのかっていうのを8ビット8ビットで全部表示させてそれをマシン語でですね書いてそれであのバグの修正を行うんですよ。分かる言ってること。 こういうね、あの、まあまあ、あの、モニターでね、モニターで、ヘキサ管理、ヘキサでで、ね、まあ、16進数で、プログラム開発するわけじゃないんですよ。<laughs> LED を8個光らせて、それを2個やって16に、まあ、その頃8、8ビット CPU でしたけど、8ビットで、それでマシン号を解読してですね、それで <laughs>、 デバッグ、まあ、いわゆるバグの修正を行っていると行ったとインドネシアとか、ね、フィリピンとかねもうねつわもの強者ばっかりなんですよね <laughs> でもうねマイクロソフトの MS-DOS とか Windows その頃3.1とかね Windows95 とか出てましたけどそんなにいだねえとビル・ゲイツが作ったのはポンコツだとだいたいビル・ゲイツ作ってないしだからそんなにいだねっつって。 自分たちで OS 作ってましたからね <laughs>。あとね、僕が C 言語でですねビジ、あのセキュリティシステムとか開発するでしょ。で、それをコンパイルするのもコンパイラー先輩が作ってましたから、名古屋大学の大学院の先輩がコンパイラー作って、コンパイラーってどうやって作るのかなと思いましたけど、あとは、その他ユニックスの C の、ユニックスっていうのは全世界でこう 公開されてますからでその頃サンスパークの Linux とかあって LinuxOS のソースコードは全世界に公開されてんですよ。でその LinuxOS を全部解読した先輩なんて何人もいましたからね大学あの名古屋大学の大学院って。<laughs> そういう人ばっかりが三菱電機のシステム開発やってるのでエレベーター安全ですよ。 もう途中であの電気がね、停電したからって途中でね、エレベータースタンド落っこちないからもうね、あの車よりも全然安全だから <laughs> そういうね、天才 <laughs> いわゆるエリ,エリートっていうか本当の天才がね、多いですねで、多分この通信機製作所にもですね、本当の天才がたくさんいたと思いますで、その中でね、やっぱりその あの飲み込みが悪かったのかよくわかんないんですけれどもまる <coughs> に特にソフトウェア開発部はエリート中のエリートなんですよで僕エリートじゃなかったんだけどまああのー、通産省にいたからね大学4年生の時に、まあ、それでひも、えー、付きでここに入れてもらったひも付きってわかるひも付きっていうのはもう最初から、えー、ここの、えー、何々製作所の何々部に えもう入社決定って言ってて言採用されるんですよねそう,うそういうひ紐付き入社っていうんですけど、あのー、特に東大とか、まあ、旧,旧帝国大学の大学院の,の人たちは紐付、えー、きですね全部ね紐付きですから、あのーまあ、本社で面接とかね各政策所で面接とか各研究所で面接なんていうのは形上やってますけど、まあ、最初から 入社する前にですね OB の人と話し合ってですねこういう職場どうだといいですよあいいですねって言ったらでそこをまあ,あの決定で、えー、入社させるからって言ってねな,ない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 てーっていうか三菱電機本体に入社できたんでその後配属はまた配属先面接ってあるんですけどそれ全部通通でですね 最初から決まってんだよ、ね、そういう時ひも付きで入社させてもらったんですけどもあまりにも忙しいので能力のない人が時々紛れ込むこともできちゃうんでね、まあ、僕,僕もそうだったんだけど <laughs> で僕ものまあ今考えると能力はなかった能力はなかったです僕もはいそれでだってさやっぱりね東大の大学院出た人やっぱ頭いいっすねあなんかここの 頭の回路が違うんですよ、回路が。で、一回言ったら全部覚えちゃうしい、上司がね、係長が1言ったら100ぐらいできるんだよね。100ぐらいね、行間読むんだよね。<laughs> 空気読むし、行間読むし、そもそも、小学校、中学校、高校、大学、大学院で、むちゃくちゃ幅広い勉強してるから、あ引き出しがむちゃくちゃあるんですよ、引き出しが。だから、 ソフトウェアに配属されても、ハードウェア、電子回路、電気回路、設計なんかも全部できるしね、制御開発なんかも全部できるし、制御理論なんかも全部知ってるから、明治大学のヘナチョコなんちゃって、大学の理系とは大違いなんです。本当にそれは違うんですよ。で、だから、あの、たまに紛れ込んでね、あの、ま、あこいつね、あの、なんだ、ほあの、明治大 例えば上,司上司大学は理学理部しかかないか例えば早稲田大学の理,理工学部行ってるやつがいてね早稲田大学の理工学部の大学院出てるとでも私学だぞと私学だぞということででもこいつねあまりにも言ってるからソフトウェア開発部門入りたいって言ってるからじゃあ入れさせてやるかとほんでダメなら、まあ、雑用でいいやっていう感じでね入あの配属先に入社させることあります。 でさん先ほども言いましたけども世の中には上上には上がいると諦めたわけですねあの本当にね先輩はむちゃくちゃ頭良かったけど下っていうかさその協力会社の若い人たちとかも <laughs> 自分一番若かったんだけどまあ1個上2個上の協力会社の人たちもむちゃくちゃ頭良くてねあのまあ高校卒とかね専門学校卒とか人たちばっかりでしたけど。 でたらに頭良くてですねストリック特にもう小学校とか幼稚園の頃からパソコンをねやってるような人たちばっかりのこのオタクオタクたちが来るからうもう本当にねかなわないなと思いましたねかなわないし自分は、うん、この職場で出世しなくてもいいやと思ったしああなりたくもないと思いましたそのくらい天才ばっかりだし 喋ることはもうみんな早口ですしで1言ったらみんな100ぐらい分かってるしあの <laughs> はいプログラミングのねあのストラクチャー構造とか、えー、アーキテクチャーとかね全部分かった上で話してるからホワイトボードとか会議とかやってもねホワイトボードも書類も何にもないんですよもう頭の中で全部暗記でやるんですよだからたまに昔よくテレビで出てましたよね えー、どっかのソロマン塾がですねあの小学生をみんな集めてですね「天才発掘」って言ってね「願いましては1億3,952万3 6、えー、プ6スの、えー、3,592万4 6 2 8、えー、スのなんとか,かける3のなんとかはいイコール」つってやると「はい先生はい」っつって「59億3,822万3,3,814です」「ごめんさんっているじゃないですか。 そういやめた菱電がいいやめたほうがいい。で3番目世の中には上が上には上がいると諦めて営業など他の道で、えー、が選べるので柔軟に判断しようと。だから 特にあの制作所のですね研究所なじゃなくて制作所のソフトウェア開発部門、まあ、いろんな開発部門ありますよ家電製作とかまあ通信機器の PBX とかねあの通信機器、まあ、基地局の開発部門とか生産管理の開発とかまあエレベータースカイトの開発ビルシステムビルセキュリティあとは鎌倉だったら軍事防衛システムですよね。あの僕の僕は <laughs> 迎撃ミサイルパトリオットミサイルの先っちょの弾頭の先っちょに、ね、あの CPU とカメラが搭載されてるんですけどでカメラの画像処理の <coughs> ソフトウェア開発やってましたけどねそれ軍事防衛の研究開発開発システム開発いっぱいあるんですけど特に、えー、ソフトウェア開発はですねあの寝る暇がありません僕も量がですねあの工場の中にあったんですよねフェンスの中に。 であの工場から、会社から出るのは土日ぐらいしか出なくて、本当にですね、アメリカの空軍基地みたいにですね、あのー、月曜日から金曜日まではこうあの隔離されちゃうんだよね、隔離されちゃって外出れないんですよ、はいまあセキュリティの面もあるからね。だからずっと あの開発やってましたしねあの夜中2時とか3時までやるカチャカチやっててそしてまた朝9時ぐらいに来てまたカチカチ始めるんですけどほんでそのパソコンのねワークステーションですけどワークステーションの机の下に寝ちゃったりねあのバグがあるとね急をしないそうなんですよねもうねえどこなのって言ってで天才の人はもう全部分かってるから CPU 日立のなんとか LSI の CPU の動きとか全部分かりながら開発してるからバグがないんだけど僕なんてそんな足回りのことなんて考えないで作るからハードウェアのさあの処理速度があるじゃないですかあとは2、えー、ーポートラムとかのねラム、まあ、バッファーの容量があるわけじゃないですかでそれがバッファーフロー LSI のバッファーフローをオーバーすると通信ポートの、ね、バッファーフローをオーバーするとバグになるわけですよ ハードウェアの設計のこともよく知ってないといけないんだけど、もうね、四大卒はね、そこまで頭回らないから忙しすぎちゃって。<laughs> で、私はどうしたかというと、3年間はソフトウェア開発やらせてもらいましたね。3年間でですね、新入社員というのは人事評価が下されます。3年間でね。で、3年間で、 A, A, A か B か C なんですけどまあ S もあるけどね A か B か C で A, A 取れなければもうやめちゃった会社辞めちゃってもいいんですよ <laughs> あの出世いわゆる出世改造来年乗らないんでねはいで次係長次課長次部長次取締役工場長とかね来年乗らないわけですよねで3年をやって判断されるんだけども僕はまあ多分 B だったと思うね分かんないけど まあ、B 多分 B だったんだけど <laughs> 4年目5年目すごい頑張ったんで途中から S になったんだよね <laughs> 5年目で S になってそれで三菱商事執行になったんですよ <laughs> 3年やってもうプログラム開発向いてないから、えー、とシステムエンジニアになったんですよプログラム開発はもう名古屋大学の大学院とかあの東京大学の大学院の人たちがもう あの子会社の人ね100人も200人も連れてですねもう資料もホワイトボードもなしにあの週1回大会議やってて今回のプロジェクトのこれはこうでこうだあお前はなんだこうだでそこでデータはどうなのよはいこうだなんでこっちは受け取ってどうなるこうだなっつってやるんわけですよでそれに出るんだけどそれ出る1回出させてもらったんだけどもうやめたもう天才しかいなかったでそれをやめて 4年目、5年目はです、ね、システムエンジニアになってです、ね、営業と一緒に、えー、日本全国の三菱電機、支社支店、あとは代理店ですね、かなでとか、えー、そういうとこ、あとはお客さんですね、警,警,警備保障とかね、いろんなパナソニックとかね、そういうところを回ってですね、えー、<coughs> 自分が作った製品の営業をやってました。で 4年目5年目にすごい成績が良くてですね営業成績がむちゃくちゃ良くて毎年何十億って売,れる売るようになっちゃってそれでエンジニアだったんですけど評価が S に飛んだんだよね <laughs> B から S に飛んで,で三菱商事出向になりましたうんで三菱商事出向になって2年やってですねで三菱商事のまあまりにも忙しかったから三菱商事は三菱電機とはまた違う世界ですからね 大会の世界で,で、三菱商事でむちゃくちゃ頑張ってですね、むちゃくちゃたくさん売りましたね、何億円もね、何十億も売ってですね、で三菱商事の担当部長からですね、お前よく頑張ってるから、三菱電機やめろと。いやいや、やめてどうするんですかって。やめて、辞めたらすぐに三菱商事でプロパー採用するからって言われたんですよね。まあ、それはもうかなわないなと思ってね、帰るとこあるから、 今頑張れるんだよって <laughs> 帰れなくなったらもう三菱商事は三菱電機よりもえぐいですから、はい、あの平気で自殺したくなりますから。ということでですね <laughs> あのまあ、こういう世界なんですよね天才が行くところだと思いますなので、まあ、僕は早々に諦めたわけでございますがあの。 天才はさ分かんないんですよ。あのー、ね、僕僕みたいにですね、えー、バカのクル、<laughs> 頭の悪い人の苦しみが分かんないわけ。だから一言たら100わかるのが、まあ東大京大一橋でしょ。あとは旧帝国大学でしょ。まあ、それはまあ小学校とか保育園の頃からね、まあ教育とか塾に通ってて、頭の回転ものすごいし。 知識レベルもものすごいいじゃないですかでも大学入って、ね、4年間遊んじゃった <laughs> 明治大学のね中野裕二にとってみたら1位言ってもですね1位しか分かんないわけですよ1位言われたら1位しか分かんない「えお前バカじゃないの?」って言われるけどだって1位しか言われてないもんで他の人だって100でできてるよっていやそれは頭いい人でしょっつってだからそういう多分配属のミスだったと思いますね うん、だから、まあ5年10年やってる先輩上司が非難しかしなかったことに絶望したということですけれども、多分会社側としては、いや別に何も言ってないよと。あいつは出来が悪かっただけだと思いますよと言って、人,、まあ、人事部もですね、人事部も頭いいから、基本的には、 東大京大一つ橋の人たちが人事やってるからね、うん、やっぱりこいつやっぱ成績悪かったし学歴も悪かったし大学の成績も悪かったとだからそこら辺の、えーまあ、大学の成績とかねあとは、えー、人事評価三菱電機の人事評価を多分サーバ裁判所に提出してですね職場ではついていけなかったと、えー、しかし彼はこの,の職場を希望したとだから えー、そこにミスマッチがあってついていけなかった彼自身が悪かったんだというような、えーまあ、答弁をすると思いますね。うんまあ、ど,うどうするかですね同じ質問して答えられなかったら殺すからなって <laughs> <あの笑>、まあ、殺すからなんて本当に言ったかどうかはもう今になってわかんないからね、まあ、これは多分あの裁判の時は証拠不十分で、えー <coughs> まあ録音データがないとダメですよね。だから、同じ質問して答えられなかった人はやっぱりよくないよね。うん、学校じゃないからね。きちんと謝罪を受けていないし、うんなるほど。うん。うん。まあ、じあのね、<laughs> 僕の職場もこんな感じ。<coughs> それでね、 先輩なんて声,声なんてかけてくんないし何か質問しようものなら「うるせえお前何やってんだ忙しいんだこっちは」っつって「うんここ学校じゃねえんだぞ」っつって <laughs> ぶん殴られたからねでか係長なんてそうだな1ヶ月に1回ぐらいちょっと声かおはようって声かけられるぐらいかな課長,課長なんてのは1年に1回「お,お前何やってんだ」っ測れみたいな感じ あいつ部長なんていうのは雲の上もう話した時ないもん <laughs> そのぐらいあの規律がす、まあ、部,部長なんて天才の中の天才だからねでなんとまああの僕はね配属された三菱電機の稲沢製作所っていうのはエレベーターエスカレーター工場で,で三菱電機の中でもエリート中のエリートが行くとこなんですよまあ,あの稼ぎ頭だからね それでまあ利益があのタダで,で配ってるんだけど後から毎月1回の定期法定定期点検ってものすごい利益が上がるんですよね。でそれを、まあ、メルテックっていう広告会社からキックバックを受けて毎年何百億っていう利益が出てるわけですよね何百か何千か分かんないですけどそれで稼ぎ頭で,で僕が入社したそのビルシステムプロジェクトグループインテリジェントビルシステムプロジェクトグループ 機種開発グループっていうところに配属になったんですけどそこの、まあ、直属の係長が当時多分32歳ぐらいだと思うんですよ僕は24歳十四歳の年ですけどねだから8歳上だったんですけどものすごい頭良よくて日本で初めてその <laughs>、えー、ジプテックジプテックだっけなのプログラム開発試験で、まあ、特殊試験を 最年少でで取っったたていいう人がいたんですよね静岡大学の大学院だったんですけどもう本当にその人天才 <laughs> もうね何を置いてもね一言で全てが、はい、あの職場のプログラマーが一言でバーっていくって天才で課長とか部長よりもあがめられてたんですよねその32歳の人がねで僕の8歳ぐらいだったんですけど、まあ、その人に ついたんだけどその間にも先輩がたくさんいるから名古屋大学とか名古屋工業大学とかねそういう人たちに <laughs> 教えてもらいながら「バカだアホだ」とかね本当に言われましたよ「こバカだ」とか、はい「死んだ方がいいんじゃねえ」って「お前が飛び降りるのにちょうどいい窓あるでしん,しんどいた方がいいんちゃう?」ってこれネタじゃないの大阪の違うのこれ、うん、こう言われる声かけてくれるのってすごく嬉しかったですよ うん、お前バカじゃねえのーつって。長野つって。なんでこんなのわかんねえんだよって <laughs>。言われることが嬉しかった。僕は。もうそれさえ無視だからね。完全無視だから、最初は。で、ちょっとこうプログラムがね、できるようになってくると、あの、バカだ、ほらだ、言われるようになるから。<laughs> 死ねえとか言われるう僕嬉しかったですけどね。その受け止め方次第だと思いますけれども、 あのわかんないですとにかく、まあ、エリート主義が、まあ、あってねそこは会社側は頭いい人でがんじがらめにしてるからわかんないんじゃないですか弁護士も頭いいからうんだから民間のですね消費者,消費者、まあ、女,性女性団体の消費者団体が間に入れば あのうまく裁判が決着すると思いますけど、ね、うんまあ時代もあるんじゃないですかゆとり教育と僕の時はもうまだ高度経済成長だったからねイケイケどんどんで大会系の人がどんどん生産されましたけど、まあ、この頃はもう今はゆとり教育の人たちがいっぱいいますから。 まあちょっと言われたらガツンう死んじゃう、死んだ方がいいなと思っちゃうんで。そういう時代もあるかもしれないね。まあとにかく三菱電機は考え方を改めていかない限りですね、まあ自殺者をさらに多く出すことは間違いないよね。時代が時代だからね。ということで、まあ私のね、時と、私の入社の時と、うん、あの、 まあ今回のね今今のの時代を比較しま今回の事件を比較しました。<laughs> で今ね三菱電機とかまあ日立とかね東芝、F、富士通とかね、えー、まあ会社の中で、えー、社,長社長とか上司にバカだアホだと早くやめろって言われて言われてる人がいたらまあそれはまあリストラ対策である可能性は十分高いんだけどまあそれ以外にもですねあの 世の中には上には上がいるんだなって早々に諦めてですねまあ自殺することないからもう会社のために自殺するなんてバカバカしいからまあとっとと会社を辞めるか会社の中で職場転換を依頼し,依頼してですねまあ営業職に行くか総務経営に行くか品質保証とか生産管理に行くかまあもうちょっとねそのゆっくりしたね時間を過ごせるところに行ってですね 自殺をしない方法を取っていただきたいと思いますそれではね今回はこれで終わりにさせていただきますどうもありがとうございました失礼いたします